想定外なのよ。どうしたの？武器生成は終わったのに。いいところに来たわ。ほら、これ。秘伝の書の最後のテキストよ。秘伝の書をくれた NPC 鍛冶屋のところに行ったら、こないだの本の一部じゃないかって渡されたの。まったく東大も男らしいよね。見てないの。家に帰ってから読もうと思って。この紙切れと今まで手に入れた秘伝の書を合わせると一つのアイテムになるみたい。確か武器を使う相手とのって切れてたのよね。でその続きはと。ダメ、私が先よ。使う相手との絆、互いの思いの強さが切れ味となるってどういうことだろう。思いっていうのは何か有効値とかの隠しパラメーターがあって、それが影響してたってことなのかな。確かにあの時私はキリトのことだけを考えて武器を作ったけど、結果的にそれが正解だったのかも。私の思いがあの剣を強くしたってことだよね。あ、でもちょっと待って。
私のことを思ってくれてたってこと。
しませんか？ほら、天気もいいですし。はい、最近町の外れに面白い場所を見つけたんです。
何もあげてませんよ。最初からこんな感じでした。